皆さんこんにちは、ギャリバンゲーム TV のギャリバンです。はい、いきなりのこのね、コスチュームが違うんでびっくりしたと思うんですが、これは初回限定の耐性人形を着てみました。まあちょっとね、悟空の顔が見えないので、こんな感じで着てますけども、まあじゃあ通常に戻してストーリー続けていきたいと思います。どれどれ、3人正義体か、体力が増える。やっぱ体力大事だからな。お、ちょっと増えた。うわ、すげえすげえ。大成、この景色すごいね。すごいよね。だ、俺も言ったんだよ。この斜面に文字だ。うわ、すげえ。一体誰が書いたんだ。今日って書いてあるの。お、地図いいね。後ろにはいないか。どっちに行くかな。右かな。かすれて読めない。すごいぜここ、すげえいい景色。カマキリの卵、ここにはいないか。こういう木箱は割れないのか。ダメだな、いるな。おっと、あらあら、あれあれ、これ熱いやつだからこれ持ってねえダメだな。オッケー、周りからちょっと攻めていかないと。何があるか分かんないからね。よし、あとは中かな。ああ、まだある。すごいね、いっぱいあるぞ。何気によく探せてんじゃないの、土地神様。なんだいここ。
気に一気にかけって書いてあるぞ。なんだって？門を作ることにしたと。で、ここに何かあるな。巻物だ。まあ石の研究をしてたってことだね。よし、門を作ったってことだ。そろそろ頂上かな。そうだな、もうそろそろだな。あ、なんかいるぞ。テントウムシ。なんか薬屋さんとかもいるしな。絶頂頂きだね。ちょっとこっちは入ってみる。これ寄り道ダメかな。すごい寄り道したくなっちゃうんだけど。すごい入ってる。これダメかな。よし、金庫。家だけ、岩ばっかりだね。家だけだったらいいけど。鉱山みたいだな。鉱山。これ物語まだ進む、あれだね、まだちょっと早いかもな。とりあえず頂上行ってからにするか。この辺まだちょっと早いかもね。この先に強いやつが待ってるんじゃないか。赤はさせるよな。大勢、あともう一つだね。この先頂上って書いてあるな。向こうは？府中へ。多分これなんか工場みたいな、工場っていうかさ。よく来たな。全然ダメだね、まだ。結構広いぞ。どっから行くか。こっちは。なんかいるな。あれ敵だろう。
はい、なくなった。何？筋力の攻撃を持つ。現状を見て。実験場みたいなとこってことだな、ここはな。よっこいしょ。まあ、なんかあるな。まだいる？木は問題なく砕く、石も砕く、ひびが入る。実験してたんだな、多分。いいね。片付いたぞ。よくやった。何もやらねえんだな、まったく。初発回ぐらいちょっとやってくれよな。なんかあるな。青か。鍵が二つ揃ったね。うん、門のところに帰ろう。あ、なんかアイテム。もう守るべきものはもう取っちゃったけどな。よし、楽勝。じゃあどこに繋がってる？これ多分、はい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 、あ、分かった分かった。これ行くとあの正面のところだ。右サイドちょっと回ってみようか。ぐるっと一周するんじゃないこれ多分。
と他には落ちてないかな。ほらほら一周してる。石でもあるよな、投げてやるんだけどな。この中に入れるね。なんだろう、ん、難しそうなことが書いてあるのかな。問題なし。まあこれはあれだ、実験の様子が書いてあるんだな。何が入ってる。仮説。あ、さっき戦ったやつの内容だね。背面の防御難しいと。でも隙がないとね、やっぱり。やっぱり弱みを、あれね、オタコンも言ってたけど、弱みがないと面白みがないですよな。こっちはこれで一周。でももう一個、でもここでさ、頂上行けるんだけど、こっち行ってみたいな。落日峰。この落日峰って、あー、なんかあるけど、頂上の上はまだ続いてるけど、ここはもう行き止まりだから一定正解だよ。よし行ってみるか。はい、では次回はこの落日峰探検したいと思います。面白かったら高評価、またチャンネル登録お願いします。ギャリバンでした。また会おう。